はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、本日はですね、J リーグ FP の、全選手のレベマン能力値見ていきたいと思いますが、ご覧の11人が来てましたね。まあ、ヴィッセルからは大崎選手と小川選手がね、来たり、あとはそうですね、FC 東京から渡辺選手、アンダー22にも選ばれてますけども、あとはそうですね、遠藤選手とかもね、来たりもしてました。あとは決勝ゴールのアダユントン選手とかね、ここら辺もかなりね、激アツかなと思いますけども、あとは日本代表関連で言うと鈴木正義選手もね、来たりもしていました。ということでですね、一人ずつレベマ能力値見ていきたいと思いますが、まずは東口選手、見ていきたいと思います。かなりバランスの取れた能力値かなと、思ってまして、184cm で33歳、右足ガンバ大阪ですね、ということで能力値ですけども、まずパス系81、86で6と5ずつ上がって、この辺かなり高いということで、あとはキック力ですね、93、ジャンプ92、フィジカルコンタクト86ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値もしっかりあるかなという印象ですね。で、あとは GK 潜水か見ていきたいと思いますが、ここら辺かなり上がって、96、92、88、89、97ということで、特に GK センスキャッチング、ディフレクティングはですね、プラス9ということになっております。まあ、銅玉から金玉にね、上がったりもしてましたので、かなり能力値もね、爆上がりというような形になっておりますが、で、スキルはですね、追加ありませんでした。低弾道パンドキック、そしてプレイスタイルは何もないですね。ということで、まあ、東口選手ね、かなり強いゴールキーパーかなと思いますので、ワンチャン金スカとかにもね、入れてもいいんじゃないかなという能力値かなと思います。で、続きまして、セルジーニョになりますけども、セルジーニョはですね、まあ、スキルにスーパーサブが追加ということで、これがかなりでかいんじゃないかなと思いますが、鹿島アントラーズの選手ですね、オフェンスセンス87だったり、決定力88、ここら辺が6個と、7つ上がっているので、めちゃくちゃ強い選手になってくるかなと思いますけども、ボルコンドリブル85、83、ボールキープ82ということで、まあ、ある程度こねれるかな。で、パス系86、85ということなので、これはしっかりパスもね、繋いでいけるんじゃないかなという印象ですね。で、プレスキッカー部が81、80、スピード瞬発81、88ということで、瞬発力がプラス7でかなり上がりましたね。キック力88、ジャンプ76、フィジカルコンタクト83、ボディコン88ということで、まあ、ボディコントロールも高いですし、まあ、ある程度ね、こねやすい選手になってくるかなと思います。で、逆足が2と2で、コンワン4、怪我対戦2ですね。で、まあ、スキル系がですね、コンカだったり、シュート系持ってますし、スルーパス持ちっていうところもいいんじゃないかなと思います。アウトスピンキックが追加と、スーパーサブ追加っていうところはかなりね、でかいかなと思います。プレイスタイルはナンバー10ですね。続きまして、川崎フロンターレから右サイドバック、マギーニョ選手ということで、まあ、マギーニョって言ったらスピード瞬発のところなんですけども、96、85ということで、プラス5、プラス3ですね。通常からスピードに関しては91あるので、ここら辺は足の速い選手になってくるかなと思います。上の能力者はですね、まあ、足元がかなりあるということで、ボルコンドリブル79、84で、ボールキープ82ですね。まあ、ここら辺がしっかりあるかなという印象で、あとは、まあ、スピード瞬発ですね。で、スタミナが88ということなんで、後半もね、しっかりやれるかなと思いますけども、スキルは何もなかったんですが、足裏コントロールが追加ということになってますね。で、プレイスタイルは攻撃的サイドバックということになってますが、まあどうですかね、スタメンしっかりありますし、上限のね、アップダウンもできると思いますので、まあ J リーグスカットには入れれるかなという能力しかなと思いますね。で、ここからはですね、銀玉の選手ということで、まずアダユートン選手見ていきたいと思いますが、いや、素晴らしかったで、あの決勝ゴールは。まあ、ダービーをね、しっかり制した、あの決勝ゴールがね、ということで、まあ、J リーグ FP が来たんじゃないかなと思いますけども、178センチで29歳右足ということで、ジュビロ岩田ですね。オフェンスセンス82だったり、あとは決定力が86、決定力が5つ上がったっていうところはね、めちゃくちゃ評価できるかなと思いますけども、まあ、ボルコンドリブルボールキープもしっかりあって、82、89、86ですね。で、パス系73、77で、ヘディング83という、ことで、あとはまあスピード瞬発ですね、95、91ということで、このスピッシュはちょっと追いつけないかなという印象ですね。まあ、セカンドトップとかに置いたらね、裏抜けとかしてくれるかなと思いますので、これはめちゃくちゃ速い選手になるかなと思います。まあ、J リーグのね、センターバックだったり、そこら辺かなり厳しいスピード瞬発持ってるかなと思いますね。キック力85、ジャンプ83、フィジカルコンタクト91、ボディコントロール90ということで、ここら辺ね、フィジカル系の能力値も、しっかりね、あるというような形になっております。で、逆足が2と3でコンワン4ですね。で、スキルはヘッダーワンシューの2つだったんですが、アクロバティックシュートが追加となっております。まあ、ワンシュー持ちっていうところもかなり評価できるかなと思いますし、ヘッダーということで、まあ、セカンドトップに置くのが一番いいんじゃないかなと個人的に思ったりもしてましたね。プレイスタイルはラインブレイカーということになっております。続きまして、ヴィッセル神戸の大崎選手ということで、187センチで28歳右足ですね。ということで、能力値ですけども、まあ、センターバックの選手なので、まずボルコンドリブルボールキープ77、76、77ということで、まあ、ある程度あるかなというところで、パス系82、85
15ということなので、ここら辺はしっかりビルドアップできるかなと思いますね。ヘディング86、スピード瞬発85、83ということで、スピシューもしっかりあるかなと思いますね。キック力83で、ジャンプ86、フィジカルコンタクト92ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値はしっかりあるかなと思いますね。ボディコントロール79、スタミナ82、ディフェンスエース、ボールダッシュ、アグレッシブネスが85、81、77ということで、まあ、アグレッシブネスもう少し欲しかったかなというところですが、逆足が2と2で、コンワン4、怪我耐性2ですね。で、スキルは、低弾道ロブにヘッダーが追加ということで、まあ、センターバックの選手でヘッダー持ちっていうところはかなり評価できるかなと思います。プレイスタイルはビルドアップですね。続きまして、遠藤啓太選手ということで、まあ予想通り来ましたね。まあ代表ユニフォームのですね、なんて言うんでしょう、プレゼンテーションですか、その時に来ておりましたけども、アンダー22の日本代表にも選ばれておりますので、まあ要チェックの選手かなと思いますが、F マリノスの175センチで22歳右足ということで、まあ遠藤啓太選手といったらボルコンドリブルと、あとスピード瞬発かなと思いますけども、ボルコンドリブル86、91ということで、ここら辺は4つと3ずつ上がってますね。ボールキープ87、パス系もしっかり80、82で80しっかり乗せたということになってっております。で、決定力ですね、6個上がって80ということなので、これはかなり評価できるかなと思いますけども、あとはやっぱりスピード瞬発ですね、プラス6プラス6で93、91ということで、かなり足の速い選手になってくるかなと思います。キック力83、あとはボディコントロール81、スタミナ84ということで、逆足が3と3で、コンワン4、怪我耐性2ですね。で、総合値は83から89でプラス6になっております。で、スキルですが、ピンポイントクロスにワンタッチシュートが追加ということで、まあ決定力上がりましたし、しっかりワンタッチシュートをね、狙っていけるかなと思います。プレイスタイルはウィングストライカーですね。ということで、続きまして小野瀬選手ということで、まあ、ガンバからはですね、宇佐美選手来るかなと思いましたけども、小野瀬選手が A 選手ということで、まあ、宇佐美選手は来なかったのは若干これはね、謎な部分があるかなと思いますが、まあ、小野瀬選手ね、しっかり見ていきたいと思います。176センチで26歳右足ということでですね、オフェンスセンス81だったり、決定力81、ここら辺しっかり上がってますね。しっかり得点も決めてくれるかなと思いますが、ボルコンドリブル83、86、ボールキープ83ということで、足元しっかりありますね。パス系78、82、プレースキックカーブが79、80で、スピード瞬発86、88ということで、ここら辺80代後半なのはしっかりね、乗せてきております。ジャンプ75、フィジカルコンタクト74、ボディコン84で、スタミナ87ということで、逆足が4と3で、コンワン4ですね。スキルですが、時空ラターンとコントロールカーブにワンタッチシュートが追加ということで、まあ、ワンシュー追加ということでですね、まあ、決定力も上がってますし、しっかり狙っていけるかなと思います。プレースタイルはウィングストライカーですね。で、続きまして、日本代表にも選ばれておりましたが、鈴木武蔵選手ということで、北海道コンサドーレ札幌の選手ですね。185センチで25歳右足ということで、まあ、オフェンスセンスプラス5で89だったり、決定力プラス3で84ということで、まあ、決定力80代後半は欲しかったですけども、しっかりね、3つ上がっているということになります。ボルコンドリブルもですね、76、82ということなので、まあ、しっかりね、こねやすい選手かなと思いますが、あとはプレースキックカーブ81、66で、スピード瞬発ですね。5と4ずつ上がって、94、87ということで、これはかなり長いですね。スピシュンしっかりあるっていうのはですね、まあ、J リーグのね、選手使う上でかなり重要なところかなと思いますが、キック力83、ジャンプ93ということで、まあ、ヘディングもしっかり狙っていきますね。フィジカルコンタクト83、ボディコン76、スタミナ83ということで、逆足が2と3で、コンワン4、怪我耐性2ですね。で、スキルですが、追加はなかったですね。シザーズ、コントロールループ、アクロバティックシュート、PK キッカー、チェイシングということで、チェイシング持ちでですね、まあ、このスピード瞬発あるので、これはかなり脅威かなと思いますが、プレイスタイルはラインブレーカーということになっております。で、続きまして、松本山雅の方から杉本太郎選手ということで、あ、杉本選手がね、来るんだっていうような感じでしたけども、まあでも能力値かなり高いので、これはね、激アツな展開かなと思いますが、オフェンスセンス80、決定力78ということで、まあ決定力もう少し欲しかったかなというところですが、やっぱり杉本選手って言ったらね、ここかなと思います。足元ですね、ボルゴンドリブル89、89ですね、ボールキープ87ということで、まあ80代後半までしっかり乗せてますし、かなり評価できるかなと思いますが、あとはスピード瞬発ですね、80、90ということで、瞬発力が特にプラス6になっているので、ここはかなりね、まあ、瞬発力が高いっていうことなので、一瞬の、ね、抜けとかもいけるかなと思いますが、あとはまあ下の方のね、フィジカル系の能力はそこまで高くないんですけども、足元とスピード瞬発、ここら辺がしっかりあるかなというイメージですね。で、逆足が3と3で、コンワン4、怪我耐性2ということで、スキルはダブルタッチ、ワンパス、ルーパス、ミドルシュート、ワンタッチシュートということで、欲しいスキル全部持ってるなっていう印象の選手なんですよね。で、プレイスタイルはチャンスメーカーということになっております。
そして続きまして、エピセル神戸小川選手ということで、170センチで27歳右足ということで、唯一宇佐美選手と並んで2ゴール決めてですね、今回来たということになります。改めて言いますけど、なぜ宇佐美選手来なかったんでしょうね。ここはちょっと謎かなと思いますが、オフェンスセンス79だったり、あとはボルコントリブル83、87ということで、ここら辺しっかりありますね。ボールキープ86ということで、あとはパスケン75、77で、決定力も6つ上がって80なんですよね。これはかなり評価できるかなと思います。そしてスピード瞬発ですね、88、94ということで、スピードはね、そこまで上がってないんですけども、瞬発力がしっかり上がったというような形になっております。もう少しね、スピード上げても良かったんじゃないかなと思ったりもしてましたが、あとはボディコントロール78、スタミナ87ということで、逆足が2と2で、コンワン3、怪我耐性1ということで、スキルはチェイシングにワンタッチシュートが追加となっておりますね。ワンシュー追加っていうところはかなり嬉しいかなと思いますけども、プレイスタイルは2列目からの飛び出しということになっております。で、J リーグ FP、JP ラストはですね、FC 東京渡辺選手ということで、渡辺選手来ましたね。めちゃくちゃ能力値上がったんですけども、まあ、アンダー22にも選ばれておりますし、注目の選手かなと思います。ボルコンドリブル77、75、ボールキープ76ということで、パスケン79、82ですね。パスケンしっかりあるというところはかなり評価できるかなと思います。で、ヘディングプラス7で90ですね。ヘディングはかなり高いですけども、で、スピード瞬発もプラス3、プラス4で83、82。まあ、しっかりスピシュンあるというところはね、いいですね。キック力81、ジャンプ92、フィジカルコンタクト92ということで、フィジカル系の能力高いですね。で、ディフェンスエース、ボール出し、アグレッシブですが、84、80、81ということで、しっかり80台乗せております。で、ギアガーシア2と2で、コンワン3ですね、怪我対戦2ということで、スキル何もなかったんですが、ヘッダーが追加ということになっております。プレイスタイルはビルドアップということでですね、本日は J リーグ FP の11選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、J リーグの方はですね、まあ、サポーターの方が望む選手をね、取っていただきたいと思いますし、ぜひね、誰が当たったかコメント欄で教えていただきたいと思います。ということで、本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では